北浦町古港北浦城は、かつて宮崎県東臼杵郡に置かれていた町。2006年2月20日に、延岡市へ編入された。現在は、旧町域に延岡市の地域自治区、北浦町が設置されている。宮崎県の最北東部に、東西 8.8km、南北 13.5km のエリアにあり、4つの大技と13の地区で構成されている。 日向灘に面した東側には、リアス式海岸が形成されていて、日向松島と呼ばれている。北部の境界は、大分県と県境を成していた。平成の大合併以前は、大分県佐伯市及び釜江町と接していたが、当庁が編入される以前の2005年3月3日に、釜江町が佐伯市に編入されている。それ以前からの佐伯市行きとの境界部には、 一般的な自動車で通行可能な道路が通っていないため、佐伯市に行くには、旧加前町部分を通る必要がある。日向灘なで行われる漁業が中心。一般路線バス合併時点では、町域内に高速道路がなかったが、合併後に、旧町域に東九州自動車道が開通している。最寄りインターチェンジは、北浦インターチェンジ。2013年2月16日に、 北浦インターチェンジ構え IC 館が開通した。延岡市街方面は2014年3月8日に北浦インターチェンジ住み IC が開通。秋田県と茨城県に同名の町が存在していたが、いずれも市町村合併により消滅している。AB、東九州道の宮崎大分県境、2016年度までに開通。読売新聞。 http 九州、読売 COJP、ローカル、宮崎、20 12 12 OS HT 2012万 512OS1T00273、HTM2012 年5月12日閲覧。ありがとうございます。